君に手を差し伸べたい。皆さんが最近悩んでいること、落ち込んでしまったことに対して、私、七海ひろきが救いの手を差し伸べます。今回はペンネームしっぽうさんに救いの手という名のアドバイスをしていきます。かいちゃん、こんばんは。こんばんは。私は最近職場が変わって全く新しい環境に飛び込むことになりました。社内だけでも多くの人と出会い、仕事柄社外の方ともたくさん関わります。そこで手を差し伸べてほしいことは、人の名前をなかなか覚えられないことです。かいちゃんもいろんな人と会うお仕事だと思いますが、どのようにお名前を覚えてらっしゃいますか？これはね、いやー、私も覚えられないんだよ。本当に人の顔と名前を覚えるのってね、すごい ね。これも本当、なんて言うんだろう、すぐ覚える人いるじゃない。もう会った人の顔と名前を、もう才能もあると思うんだよね、きっと。その脳の何かこう回路がすごくつながっててパッと覚えられる人。いや、羨ましいよね。私はね、本当に覚えられないんだよ。だから私的には、共演者の方はその現場の状況にもよるんだけど、正直に私は顔と名前を覚えるのがなかなかできないので、ぜひ呼んでほしいあだ名を書いて貼ってくださいって言える現場の時は、舞台とかお稽古していく間にね、やっぱ覚えたいなと思って、もちろんだから、その呼んでほしい名前をこう体に貼ってもらって、一人ずつ覚えていくとか、自分で話しかけて覚えていくっていうのが、まあ舞台とかはね、そういうことができるけど、やっぱりその会社でね、私覚えられないんで、ちょっと名前名札つけてもらってもいいですかなんて言えないもんね。そうだよね、だからやっぱりその名刺交換をねさせてもらって、こう知り合いになってく方は、やっぱちょっと話してる間にちょっと特徴を覚えて、帰ってからその方の特徴を名刺に書く。例えば、まあ外見の特徴もそうだし、あとはなんだろうな、なんか出身地とかの話になったらそういう話とか、まあでも外見の特徴は大事だよね。背が高いとか、あと髪の色とか、そういうなんかその方の外見の特徴と話した内容とか、なんかそういうのを覚えておいて書くしかないよね。あとは自分の中のこうあだ名をつける。例えばなんだろうな、伊藤美咲さん、すごく適当ね、伊藤美咲さんだった場合、伊藤美咲とか伊藤美咲ちゃんはこういう外見みたいな、そういうあだ名をつけて覚えると名前が覚えやすいってよく聞くから、なんかそういうのをしてみたりとかするといいんじゃないかな。ねえ、すごいなんかありきたりなアドバイスしかできない。どうしよう、これめちゃめちゃいいみたいなのがないんだけど、まあでも本当に忘れちゃった場合は、すみません、大変失礼なんですが、もう一度お名前を聞きしてもいいですかって聞ける状況の時に聞いておく。きっと2回目ぐらいまでならね、今ちょっとこうなかなかその自己紹介する時もマスクをしている状況の時も多いから、ちょっとすいません、ちょっとマスクでちょっとなかなか声が聞こえなかったので、もう一度言ってもらってもいいですか、お名前みたいな感じでそのチャンスを逃さず聞くっていうのがいいのかな、ね、いやー、まあでも本当これは仕事にすごくね影響することだと思うから、必死だよねみんな。なんか私はちょっとこう、もう一回お願いしますみたいな感じで聞けないから、より緊張する瞬間だよね、名刺交換したりするのって。
でもまあそのそうやってやっぱ特徴づけて覚えていくのが一番いいんじゃないかなと思う。ごめんね、ごめんね、なんかあんまりすごくいいアドバイスができてないかもしれないんだけど、ぜひこれで言ってみてくださいということで、しっぽうさんにこの言葉を送りたいと思います。オリジナルのあだ名をつけよう。皆さんいかがお過ごしですか。七海ひろきです。 YouTube オリジナルコンテンツ七つの海へ大冒険第32回、短い時間ではありますが最後までお付き合いください。さて先ほどお届けしたのは君に手を差し伸べたいでした。難しいよね本当に。人の名前を覚えるってなんかその学校時代とかはさ、だって1年ずっと一緒にいるから絶対覚えるじゃない。なかなかさ本当難しいよ。でも逆に自分が覚えてもらうためにやってもらうこととしてはね、なんだろう、こう2回目とか3回目に会った時ももしかしたら覚えてないかもしれないから、何度会ってもナナミですってとりあえず言ってみるとか、そういうのもその逆にこちらからもしかしたらそんなにねまだ会って間もないし名前わかんないかもしれないから、ナナミです、ナナミですよみたいな感じで言っていったら覚えてもらえたりするのかな、ね、忘れちゃった時はさっきも言ったけどもう本当にあれだよ、すいませんって言ってやっぱり正直に聞くのが一番で、なんていうの、あんまり名前呼ばなくてもきっとお仕事ってなんかこう進んでっちゃったりする時あるじゃない。とかちょっといいですかとかで、それでなんか 2,3 ヶ月経った頃に結局あの方の名前は何なんだろうみたいなことになって聞くのはもう本当に辛いから、やっぱ最初が肝心だなって思います、というわけで皆さんが最近悩んでいること、落ち込んでしまったことがありましたら、この番組の概要欄にありますメールフォームよりお寄せくださいませ。七つの海へ大冒険。さてここからはこんなコーナーをお届けします。ひろきの愛すべき者たち。私七海ひろきが好きなもの、ハマっていることなど私の愛すべき者たちを皆様に熱く語るコーナーです。今回私が語りたいのはイヤーカフです。はい、ね、皆さんその私がよくイヤーカフをつけているっていうのは知ってくださってると思うんですけど、あのね、もともと宝塚にいた時は耳に何かをつけるっていうのはあんまりしたことがとか全然してなかったんだけど、退団してからお仕事でつけることになって、あ、なかなかこういうのも雰囲気が変わっていいなって思うようになったのがまあきっかけなんだけど、でイヤーカフは、まあ、何が一番いいってつけやすく外しやすいっていうのが私の中で一番こう本当にいろんなイヤーカフを買ってはつけてるんだけど、で色も結構いろんなのがあって、まあ、シルバー、ゴールド、あと石がついてたりとか黒いやつだったりとか、あと模様とかも結構いろいろあったりとかして、まあ、ファッションとしてつけるのが楽しいなと思って、でドラマ合コンに行ったら女がいなかった話で私が演じている、スオーが結構その、まあ、耳にアクセサリーをつけてるってことで、なんだその耳の横にするイヤーカフと、あとはその、まあ、イヤリングまでいかないんだけどその耳タブにするアクセサリーっていうのを結構つけてたりして、そこでもスオーが本当にいろんな種類のイヤーカフをしてて、シルバーでも形が全然本当にいろんなのがあって、なんかそこもドラマ見るときにちょっとこう
アップになった時に今日は何つけてるんだろうみたいなのを見てもらえたらいいななんて思うんだけど、まあその素顔でいろんなのをつけたことによってまたこう新たに集めたいなっていう気持ちがまた湧いてきて、割とシンプルなのばっかりつけてたんだけど、結構デザイン性があるやつもつけたら、まあ服によってもいいんだなって思って、そうそう、まあだから今後もねちょっといろんなのを探していこうかなと思って、でもう私もともとシルバーアクセサリーが好きだから割とシルバーばっかり持ってたんだけど、最近はちょっとこうゴールドとシルバーをこう一緒に使うっていうね、おしゃれをね、おしゃれ上級者の人がみんなやってる、それをやりたいなと思って、まあだからゴールドのイヤーカフも集めていこうかなとか思ったりしてる。あとちょっとこう割と細めとか小さいのが多かったんだけど、結構大きめだったりとかごつめのやつだったりとかもその服によって変えたりしたら楽しいかなと思って、うん、きっとねその、まあ、ピアスを開けるかどうかっていうのは一瞬悩んだ時期もあったのよどうしようかな、開けようかなって思った時もあったんだけど、結局やっぱりやめとこうって、なんかなぜかこう多分自分の中でピアスはやめておこうっていう気持ちが働いて結局開けなかったから、きっとこのまま開けないと思うから、今後もねイヤーカフを使っていこうかなと思う、まあ、初めてもしイヤーカフをする人がいたら、やっぱり一番最初はちょっとこうシンプルなやつから始まって、でだんだんそのデザイン性のあるやつをつけていったら楽しいんじゃないかな。最近はねそのお店の人になんか2個付けとか3個付けとかもなかなか楽しいですよって言ってもらったりするんで、私もあんまりしてなかったんで今後やっていきたいなと思いますね。ぜひこれからもいろいろ試していくと思うので、私のこう写真とか見て、あ今日はこういうのつけてるんだみたいなのをチェックしてほしいなって思います。こんな感じで私の好きなものやハマっていることについて語っていきます。以上ひろきの愛すべきものたちでした。7つの海へ大冒険。そんなわけでお送りしてきました7つの海へ大冒険第32回、いかがだったでしょうか。いや本当に顔と名前な、なんだろう、でもやっぱりこうそれが覚えられなくてどんどんこう暗い方向とかシュンってしちゃうともったいないと思うから、何かそのまあ私がさっきちょっとだけアドバイスしたみたいに方法を見つけて少しでも改善して楽しく仕事をする、楽しく学校へ行くっていうのがとっても大事だと思うから、少しでも良くなるといいなって思う。私もね、これからもいろんな方と出会っていくので顔と名前頑張って覚えてきます。この番組は月2回の配信予定となっております。次回の配信日は11月4日金曜日夜の7時30分夜の斜め時間の予定となっておりますのでお忘れなく。そして各コーナーへのお便りもお待ちしております。番組の概要欄にありますメールフォームよりお寄せくださいませ。最後に私からお知らせです。昨日の深夜からついにドラマ合コンに行ったら女がいなかった話の放送がスタートしました。第1話どうだった？いやあのね、私もね第1話を初めて見たのはあの先行上映のイベントの時なんだけど、それまで見てなくて、あのみんながどんな反応するかっていうのがすごく気になるところだから、ぜひ感想をお待ちしてます。いやね、撮影はねあの夏になるねちょっと前だったから、あの夏になるちょっと前だったからこそ割とその外で撮影したりとかすることが多かったんだけど、なんとか汗だくにならずに済んだってとこがあって、もしこれが真夏だった場合多分5分に1回は
すいませんちょっと止まります汗拭きますみたいな感じだったんじゃないかなっていうぐらいの、まあ気候の時にね、夏のちょっと前に撮ることができて本当に良かったなって思ってる。でも外で撮影してる時は割と私は心の中で暑いなって思ってるからそんなね奥の奥までちょっと見てみてください。まあ、何よりねこのドラマは本当にキュンってしてもらえたらめっちゃ嬉しいので、みんなぜひ、毎週見てください。そして合コンに行ったら女がいなかった話の主題歌と挿入歌が各音楽サイトにて配信スタートしました。メインキャスト6人で歌う主題歌ハートビート、そして私七海ひろきが歌う挿入歌、2人のストーリー、どちらもぜひもうたくさんたくさん聴いてもらえたら嬉しいです。その他の出演情報など詳しくは七海ひろきオフィシャルホームページやツイッターをご確認くださいませ。それでは最後に一曲お聴きいただきたいのですが、今回もこの曲を聴いてみんなで心を動かしてほしいなって思います。それでは聴いてください。ドラマ合コンに行ったら女がいなかった話の主題歌でハートビート。以上七海ひろきでした。バイバイ。素顔のままで抱きしめてよね、偽りのない本当の愛を、どんな時でもぎゅっとどこでも君らしくそのままでいて、ナナ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 ナ